どうも広瀬です。はい、本日はスパゲティアマトリチャーナをご紹介させていただこうと思っております。こちらもですね、ブカティーニというパスタで作ることが多いソースなんですけれども、筒状の中がちょっと空洞が空いているロングパスタなんですけど、今回はスパゲティ。なんでかって言ったら、弊社オリジナルスパゲティ匠のパスタがあるからです。そうです、僕サラリーマンなんでこちら使いますけれども美味しいから使います。もちろんそうなんです。こちらでスパゲティアマトリチャーナ作っていきたいと思います。それではいきましょう。はい、本日のスタメンです。ニンニク2分の1片、玉ねぎ1/4個、鹿児島南州農場さんの黒豚ベーコン 60g、 ペコリーノチーズ、エクストラバージンオリーブオイル、トマトソース、倉田ペッパーさんのブラックペッパー、匠のパスタ、美味しいティトーネからの広瀬匠のパスタ 100g、 ドン、シャン。塩分量 1% のお湯になっておりまして、8分半スタートです。はい、最初にベーコンを冷たいフライパンですに入れちゃいまして、で、黒豚ベーコン油分が多いんで、ここではオリーブオイル、そんなに量いりません。ちょこっと 10g でした。ベーコン 60g に対してオリーブオイル 10g で、ぷくぷく言うまでは強火で OK です。はい、アマトリチャーナーはグアンチャーレとかで作るのが基本なんですけれども、皆さんもうご存知かなと思いますが、イタリアの豚さんが入荷されていない状況がもう1年半ぐらいですかね、経っております。で、当店では鹿児島南州農場さんの黒豚ベーコンでお作りをしているアマトリチャーナーなんですけれども、持ち帰りのメニューで一番人気、みんなやっぱ好きですね、アマトリチャーナー。年齢層かなり広いですね、好きな方たちのって感じ。トマトソースが好きな中で、なんかアマトリチャーナーって結構日本人の方知ってる方多いですよね、なんかそのネーミング的に。あー、いい匂いする、このベーコン。ベーコンありですよ、絶対。恒例のカリカリになりすぎるまでは炒めない、ベーコン感は残したいっていうようなところです。で、いい感じに油が出てきたところで、玉ねぎ1/4個なんですけど、気持ち厚めで、最初からベーコンと玉ねぎ一緒に炒めちゃうと、玉ねぎの水分でベーコンがいい感じに炒まれない。で、このベーコンから出てきた油と一緒にこう玉ねぎを炒めていくわけでございます。絶景ですね。この時点で勝ちです。間違いない、勝ち確定です。オッティも確定。今ちょっと若干火消しちゃってるんですけども、いい感じにぷくぷくしだしたら弱火で、玉ねぎに火を入れていくと同時にベーコンも、で、玉ねぎから水分ができる前にベーコンもいい感じに炒まってきたのが分かると思うんですけど、この並行したいい感じの火入れで、玉ねぎはクタクタにしすぎず微妙に食感が残るぐらいが僕は好きでして、っていう感じです。で、パスタもしっかり混ぜながら、このぐらいのタイミングでニンニク1/2片、これみじん切りですね。ぐらいになって大丈夫ないでしょうか。はい、からの
たまにもいい感じのきつね色になってまいりました。ベーコンもいい感じにカリカリ、一歩手前のベーコンが残ってるところにニンニクを投入。決してこのニンニクを焦がさない。来た、香りが来た。完全にいい匂いが、やっぱベーコンとニンニク最強すぎますよね。はい、ニンニク火入りました。ここに気温抜きのトマトソース、120g。で、少しこのトマトソースを玉ねぎに染み込ませながら炒め煮る。この基本の機能、トマトソース他の動画でご説明させていただいております。概要欄からその動画もチェックしてみてください。言えた慣れてきたいける、腰も調子いい。先日、椎間板ヘルニアを発症いたしました、広瀬です。全然ね、椎間板ヘルニア言うてますけども、仕事できちゃいますから。無理じゃダメっすよ危ない、危ないっすね。いや、人生で初めてでしたよ、本当に。四つん這いで立てなくなりました。なんか腹筋が足りないとか、なんかいろいろ言われますよ。バランスが崩れちゃうんですよね、体の。シンプルに僕ダイエットしてリバウンドして筋肉ぐちゃぐちゃになって発症しましたよ。トレーニングですよ、結局は。体調管理ってそういうことですよね。そうっすね。筋量超大事だと思う。飲食店に従事するこの立ち仕事で、なんか日頃動いてんじゃねえかなと思ってるそこの飲食店従事者の皆さん、筋トレしましょう弊社のオリジナルスパゲッティが国産小麦 100% もちもちした食感が特徴で、アルデンテの時間が少し短いで、ちょっとくっつきやすい材質なんで、しっかりこまめによく混ぜていただくと。で、そんなに結構ガシガシ混ぜても傷つそこまでつかなくて、切れたり折れたりもあんまりしにくい、背盛り長入ってないんで、まあ、例えるならうどんに近いだけど、うどんとパスタの中間みたいな新しい食感を味わえるパスタで、すごいご好評いただいております。で、ソースもここまで玉ねぎがいい感じに染み込んだ、トマトソースが染み込んだから分かると思います。はい、パスタ上がりました。8分半。入りました。120g でちょうどいいっすよ。はもう確定です。確定ですね。はい、オッティも確定。ここでちょっとだけ塩分量を見ていただきながら、ちょい塩3振り振りました。はい、完璧でございます。はい、すごい香り立ち上ってきますよ。リーダーで、すごい。なんかナポリタンに似た要素ありますけど、こっからが違いと言いますか。はい、具材のバランスも完璧だったと思います。ペコリーノチーズ、広瀬すりたて推奨でございます。すり置いてしまうと香りが飛んでしまう倉田ペッパーさんの黒胡椒。美味しいオリーブオイルかけちゃいます。はい、
スパゲティアマトリチャーナ完成です。アマトリチャーナいただきます。持ち帰りメニューでも一番人気で、幅広い年齢層の方が好きだなっていうイメージのアマトリチャーナですね。これおってペコリーノがね、いい役割を担っておるんですよ。ナポリタンとは違う味わいがやっぱりあるんですよね。うまっ、すっごもくもくと食べちゃう。トマトソースいいですね。あの暑くなってても、なんか夏バテの時とかでもスーッと食べれちゃいますよ、ね、この爽やかな酸味。玉ねぎのこのちょっとシャリッと残る食感もこれが好きなんです、うん、ブカティーニアマトリチャーナって、あの筒状のもちもちした食感が特徴のロングパスタで作ることが多い、うん、あのソースなんですけど、この匠のパスタのもちもち感すごい似てて、すごい合うなって思って、もう僕はそこからもう結構この匠のスパゲティで作ることが多くて、うん、でポルターレ の持ち帰りのメニューなんかでも一番人気なのはやっぱりみんな好きだよなみたいな。このベーコンに途中から、まあ最近国産のベーコンにその変えてからより一層人気出ましたよね。うん、やっぱこのベーコンのから出てくる油で玉ねぎ炒めると本当やっぱコク出て、でそのこのトマトソースだけでこのやっぱりコクが乗っかって、でもうちょっとコク欲しいし、なんか味のアクセントがちょっとミニトマトとか入れると、あのミニトマトしっかり炒めてっていうのも中に入れたりとかするとすごい美味しかったりします。ペコリーノチーズがこれちょっとアマトリチャーナって決め手なんですけど、ペコリーノチーズって今結構スーパーとかでも持ってます？あーどうすかね、見ないかもしれないです。持ってないか、あんまり見ないですね。クイーンズイゼダンとかもあったりとかするんですよ。なんか他のチーズでも大丈夫ですか？全然大丈夫です。それこそパルミジャーノで、パルミジャーノのパターンの時はソースをもうちょっと塩を決めていただくっていう、このペコリーノチーズ結構塩分が乗ってるチーズなんで、他のチーズで代用する時は塩の調節をしていただけるとより美味しく楽しんでいただけるアマトリチャーナなんじゃないかなと思っております。この基本の木のトマトソース、ぜひとも皆さんに他の動画の概要欄からチェックしていただければと思いますし、匠のパスタ、弊社オリジナルのスパゲティ、これも概要欄から通販サイト、美味しいオリーブオイル、ティトーネ、こちらも通販サイトからご用意しておりますので、概要欄でチェックしてみてください。冷凍ピッツァもたくさん種類ご用意してます。基本の木も冷凍で売ったらどうなんですか？お、ある。この基本の木のトマトソース、通販サイトで冷凍で真空パックして発送させていただいてますんで、ぜひとも概要欄から注文の方をお待ちしております。皆さんコメントもどしどしお待ちしてます。全部返します。すごい楽しいです。 YouTube やってるのがすごい楽しくて、今それでは次の動画もお楽しみに。アモーレ。